私は樹海で一生忘れられない不思議な体験をしました。それは何年も前の夏、まだ私が短大生だった頃、同じ短大に通う友達4人で樹海に行った時の話です。突然友達が樹海に肝試しに行こうと言い出し、私と他のみんなは面白そうだったので、軽い気持ちで OK し、それで私たち4人は車に乗って樹海に行くことになりました。そう、4人で。樹海に着いた頃、辺りはすっかり暗くなってて、樹海に入るのをためらったけど、せっかく来たんで私たちは車を道端に止めて、持ってきた懐中電灯を手に持ち、樹海の中へ入ることにしました。入ってみてびっくり。森の中が思った以上にゴツゴツしてて、なかなか前へ進めなかったんです。40メーターくらい進んだところでギブアップ。友達も戻ろうと言い出し、みんなで戻ろうかと話をした時、突然どこからともなくお坊さんのお経を読む声が聞こえてきたのです。なんだか怖くなった私たちは急いで来た道を戻ろうとした時、今度は岩陰で首をつってる女の人を発見してしまい、もうみんなパニック状態になり、無我夢中で道路に走って出ました。やっとの思いで道路に着いた私たちは、すぐに警察に電話しました。それから警察を待つことになったのですが、一人いないことに気づいたんです。樹海に行こうと言い出した M 子がいないんです。M 子はまだ樹海の中に。そう思った私たちは怖くて中に入れなかったので、大きな声で M 子の名前を叫んだのですが、M 子からの返事はありませんでした。音が聞こえた場所から道路は、車が通るときかすかに見えたので迷ったとは考えられず、怪我でもしたのかななどと考えているうちに、警察の人が来てくれて事情を話して、とりあえず私たちが入ったルートを警察の人と行くことにしました。女の人の死体は見つかったのですが、M 子が見つかりません。それから警察の人がたくさん来てくれて、M 子を一緒に探してくれました。しばらくすると、警察官の人が私に妙なことを質問してきました。あれ、今行方不明なのは、F 元 M 子さんだよね。そう質問された私は、そうですと返事をしたら、ある免許証を見せられました。それは紛れもない M 子のでした。 M 子が見つかった、そう私が思った瞬間、警察官が信じられないことを口にしました。この免許証、君たちが見つけた首を吊った女性のものなんだよね。嘘だ。私は信じられなかったので、亡くなった女の人を友達と一緒に見てみることに。そしたら M 子でした。私たちは呆然となり、しばし無言の時が流れました。私たちは警察の人に M 子は同じ短大の生徒だと言ったのですが、信じてもらえず、結局虚言として片付けられ、その上説教までされて家に帰らされました。地元に着いた私たちは早速学校で撮った写真を見てみることにしました。そしたらどの写真にも M 子の姿はありませんでした。いつも一緒にいたはずなのに。
手帳を見てもダメで、他の友達に聞いても誰も M 子を知る者はいませんでした。あの記憶は何だったんだろう。私たち三人はもうただ途方に暮れるしかありませんでした。しかしどうしても納得いかなかった私たちは、それから1ヶ月後、免許証に記載してあった M 子の実家に行くことを決意しました。M 子の家に着いた私たちは、早々と M 子の家のチャイムを鳴らしました。すると M 子の母親が出てきて、今までの事情を話し、家の中に入れてもらうことになりました。もう M 子のお葬式は済ませてあり、灰になった M 子がそこにいました。それで母親と話しているうちに意外な事実が分かり、私たちは驚きました。幼い頃から幼稚園の先生になりたかった M 子は、幼稚園の教諭資格が取れる私たちが今通っている短大に、その年の春から入学が決定していたらしいのですが、家庭の事情で入学を断念せざるを得なくなり、仕方なく働くことになった M 子は、不幸にも会社で上司にいじめられ、長年付き合っていた彼氏に突然の別れを突きつけられ、夢と心の支えを失い、M 子はひどく落ち込み、自ら命を絶ってしまったそうです。それを聞いた私たちは、ひょっとしたら友達になっていたかもしれない M 子の遺灰を前に、悲しくなり、涙が止まりませんでした。幼稚園の先生になりたいという M 子の思いが、私たちを樹海へと連れてきたのでしょうか。私たちはそう思いながら家路へと向かいました。